はい、こんにちは。パーカッションの高文です。この動画ではマービンゲイ What's Going On のコンガを叩こうということで、いろいろ解説していきたいと思います。以前モーターオンのワークショップでも解説した内容になるんですけれども、さらに丁寧に解説していきますので、気になっている方はぜひチェックしてください。この What's Going On のコンガのパターンっていうのは、比較的簡単、技術的にそんなに難しくありませんので、コンガ初心者の方でも叩きやすい、導入としてね、このパターンから覚えていただくといいんじゃないかなっていうのと、さらにこの What's Going On 以外の楽曲やジャンルでも結構応用が聞きやすいパターンなので、覚えておいて損はないかなと思いますので、この動画見てぜひマスターしてください。はい、では早速ですが叩いていきたいと思います。で、実はね、この What's Going On のパターンっていうのは、コンが1本だけあれば叩けてしまう、1本で成立してしまうパターンなので、まずは1本でお見せしたいと思います。こんな感じです。はい、ああこれよく聞くやつだなっていうね、印象ではないかと思います。はい、これもうね、1本だけで叩けてしまうパターンなんですけれども、もしコンガが2本あるのであれば、今のパターンを割り振ったりして、みたいにバリエーションを加えることができますので、1本バージョンと2本バージョンそれぞれ解説しますので、シチュエーションに合わせて使い分けてみてください。ではまず今回1本のバージョンから解説していきます。手順はずっと右左右左交互です。はい、でこの交互に叩くことをオルタネイトっていうんですけども、ソウルとかファンクとかアメリカンポップスのコンガっていうのは結構ね、オルタネイトで叩かれてることが多いです。はい、なので初心者さんにもかなり叩きやすい、やりやすいのではないかなと思います。まずこのオルタネイトでクローズトーン、軽くダメに触れる、触る程度で構いませんので、トッ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 トと、はい、交互に叩いてみてください。トッ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 ト、はい、簡単ですね。はい、でこっからです。この楽曲およびですね、モータウンとかマービンゲイとかソウルの楽曲、基本的にちょっとだけスイングしてます。スイング、どういうことかっていうと、トッ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 トって今均等に叩いたと思うんですけども、この間隔がね、ちょっと長くなる。はい、トート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 っていう感じですね。最初に叩く手、右利きの方は右手から叩くと思うんですけども、右手の音の方がちょっと長い。トート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 。はい、言ってしまえば、交互に叩いてるところから左手のタイミングを若干後ろに遅らせる、ずらすっていう感じなんですけど、トー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 ト、はい、でこのスイングのフィーリングが一番難しいところでございますので、ここにじっくり時間をかけてやるといいかなと思います。トー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 トって口で歌いながらぜひやってみてください。でスイングの感覚がわっよくわかんねえや、難しいわという方は、ずっとこう交互に叩く、イーブンで叩くという感じでも全く構いませんので、それはちょっと自分で選択してみてください。バンドがスイングしてる状態でコンガだけイーブンで叩いても、それはそれでありかなっていうか、かっこいいかなと思いますので、スイングできる方はスイングして、ちょっと難しそうだなという方はイーブンで叩いていただければと思います。はい、で基本はずっとこのクローズトーン、トート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 っていうのをキープしながら、オープンとかスラップとか大事なところに音を入れてパターンを作っていくという風になります。はい、でまずこのパターンの最初のところを叩いてみましょう。こんな感じです。トンポンパドートト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 ートンパドートト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 ンポンパドートト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 ンポンパドート。はい、右手から始めてる人は右手でオープンオープンスラップクロース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 オープンオープンスラップクロース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 オープンオープンスラップクロースクロース
スラップクローズクローズ、左も入れて、オッオッスラップクローズ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 、トントンパトト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 パトト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 、はい、こうなりますが、片手でこうパッとね、あまりスラップの音がいい音で鳴らないなという場合は、左手で押さえても大丈夫です。はい。その場合は、トン、トン、パッ。はい。このスラップの直前で、打面を軽く押さえるような手の移動をすればいいというふうになります。トン、トン、パッ。ここですね。トン、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 パッ。トン、トン、パッ。トン、トン、パッ。トン、トン、パッ。はい。できる方は、この押さえなしで、全部ずっと同じポジションで叩けた方が、後々やりやすいので、まあ、練習できる方は練習してみてくださいという感じです。難しければこのように押さえたりしてもいいし、実はまあここまでね、手を動かさなくても、軽くこう、打面に触れるだけで、このスラップのパッっていう明るい音色出しやすくなりますから、例えば、トントンパ、はい、このポジションで押さえてもいいんですね。わかりますでしょうか。さっきやったのはここまで移動していたので、はい、この移動のね、手間暇がかかるわけなんですけれども、同じポジションでできると非常に便利なので、このやり方も覚えておくといいかなと思います。では改めて前半部分だけしばらく叩きます。せーの、トントンパ、トト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 パ、トト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 トパ、トト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 パ、トト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 ト、はい、はい、ではこのまま後半部分も叩いてみます。こんな感じです。トントンパ、トントトンパ、トントンパ、トントトンパ、トントンパ、トントトンパ、トントンパ、トントトンパ。はい、若干手順がね、煩雑になりますけれども、最初からやると右右右、左左、右右という感じでオープンとスラップを叩いていきます。トン、トン、パ、トン、ト、トン、パ、右、右、右、左、左、右、右、ライ、ライ、ライ、レフ、レフ、ライ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 、レフ、レフ、ライ、ライ。はい、オープンが右になったり左になったりね、若干ややこしくなりますけれども、基本的なフィーリングとしてはずっとこうトートトートトートって最初にやったこれをキープしております。はい、のでこれだけは忘れずにトートトートトートやった上で、トントンパ、トントトンパ、トート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 パ、トントトパ、トントンパ、トントトンパ、こういうフィーリングで終始叩けるといいかなと思います。ゆっくり叩いてみますので真似してやってみてください。せーの、トントンパ、トントトンパ、トントンパ、トントトンパ、トントンパ、トントトンパ、トントパ、トントトンパ。はい、で実はね、もうこれで完成でございます。わあ、おめでとうございます。もうできました。はい、まあ、実際の楽曲のテンポっていうのはもうちょっと早いことが多いかなと思います。これぐらいかな。トントンパ、トントトンパ、トントンパ、トントトンパ。ぐらいだと思いますので、まずはゆっくりから自分が確実に叩ける、確実にできるテンポから初めて練習していただいて、だんだんと速くしていくというふうにしていくとよろしいかと思います。で、おそらくね、難しいところとしては、やっぱりスラップ、パシッと出ない、というね、お悩みを持つ方が多いと思いますので、そういう場合はトントンパっていうこのスラップの直前のタイミング
でしっかりとこうダメを抑えるっていう練習を徹底的にやるといいかなと思います。例えばトントンパトントンパ、これだけやるとかね、トントンパパパパパパパと、やったり、あとはトントンパトントントンパ、手順がこうややこしくなるところが、まあ、難しいかなと思いますので、確実にこう今自分はどっちの手を叩いているんだろうっていうことを確認しながら、認識しながら、叩くといいかなと思います。もうね、確認できないぐらい、把握できないぐらい早くなっちゃうと、あんまり練習の効果っていうのが得られませんので、ゆっくり右右右左左右右といった感じで、右右左左左右右、自分がどっちの手で叩いてるのかっていうのをちゃんと把握した、状態でやっていくと、後々ね、スムーズにレベルアップできますので、やってみてください。はい、では続きまして、日本バージョンでやってみたいと思います。まあ、1本でできれば、2本はね、そんな難しくありません。例えば、最初のトントンパのトントンを低いコンガで叩いてみましょう。すると、トントンパ、トントントンパ、こうなります。トントンパ、トントンパ。パ、うん、トントンパ、トントントンパ、トントンパ、トントントン。では次はトントンと低いのを2回叩いてたところを低い高いでいきましょう。トントンパ、トントントンパ、トントンパ。トントンパ、トントントンパ、トントンパ、トントントンパ。はい、これはもうバリエーションなので、まあ曲のね、雰囲気が変わった時にたまにこのバリエーションを変えたり、まあフィルイン的に使っても面白いかなと思います。あとはまあ個人のセンスというか好みの問題でございますので、あ、この並び、音のトントンパっていう音の並びだったり、トントンパだったり、トントンパってね、まあいろいろありますので試しつつやってみてください。はい、では最後にですね、この低い方を加え、若干パターンのね、形を変えたバージョンっていうのをやってみます。すると、トントンパ、トントントンパ、トントントンパ、トントントンパ。はい。2発目のパ、スラップの後に、こっちに一発、加えたバージョンですね。はい、このように、まあ、こっちの音をね、加えても面白いという感じになりますので、これもちょっとやってみましょう。トントンパ、トントントンパ、トントントンパ、トントントンパ。はい、こんな風にですね、この低い方のオープンと高い方のオープンっていうのがいい感じにこう入り混じってると、この全体としてすごくカラフルなパターンに聞こえる。はい、まあ、これもね、場面によって使い分けるみたいな形でもいいかなと思いますね。例えば最初はもうコンが1本だけに絞って始めて、曲が盛り上がってきたら、だんだんこう華やかにしてると、こう楽曲のアレンジも面白くなっていくのではないかと思います。
はい、というわけで今回はマーヴィン・ゲイの What's Going On コンガで叩いてみるっていうのをね、解説してみました。実際叩いているですね、エディ・ボンゴ・ブラウンっていうパーカッショニストがいるんですけれども、まあ、彼もですね、結構そのテイクごとに、要はレコーディングの時とライブの時と、ライブによってもね、そのパターンを結構変えてたりしますので、まあ、特にね、これを必ずやらなくてはいけないっていうパターンがあるっていうわけではないので、今回紹介したパターンを、まあ、基本として覚えていただいて、まあ、それに対して自分だったらどうするかなっていうのをいろいろ考えていくと面白いのではないかと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションに関する情報を毎日マニアックに発信しております。またメンバーシップの制度を使ってチャンネルのサポーター様も大募集しておりますので、このチャンネルのね、パーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、概要欄からチェックしてみてください。また毎週日曜日、YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップっていうのもやってますので、合わせて参加していただければと思います。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。